優しい竜の殺し方は、つもり自制による日本のライトノベル作品。角川スニーカーブックスで、優しい竜の殺し方、歪んだ竜の愛し方、危ない竜の選び方の全3冊で発表された作品。イラストは、小林智美による。2001年4月から、前後巻に直したものが、角川スニーカー文庫で、立花水木桜林子によるイラストで、再出版された。 2006年8月には、ザ・ビーンズボリューム1に掲載された、楽しい竜の出会い方と書き下ろし作品の番外編を、加えた全6巻が、加藤恵理子によるイラストで、角川ビーンズ文庫より出版された。2009年9月には、記念本として、優しい竜の殺し方メモリアルが発行された。また、イラストの加藤恵理子により、 ベーんにて漫画家がされており2006年7月に第一巻が発売された。遥か昔、有力な魔法使いによって、影の幻獣界と火の人間界に分けられた世界。世界を分けるとき、獣の王である竜王は、恋人であった人間の統一王国の女王、西王に、女王の身に何かあったら自分が、女王の子孫の身に何かあったら自分の子孫が境を超えて、 助けに来るという制約を残した。時は巡り千年後、三度目の乱世の時代が訪れていた。傭兵のアーカンジェルは、厳重退治の仕事の仲間として、印象的な黒い目を持つ少年、ウランボルグと出会った。アーカンジェルを守るという、彼は、恩妙に世界のバランスを戻すために現れた、厳重王だった。魔法があり、 人間とドラゴンをはじめとする幻獣が共存する世界。天変地異が品質し、大災厄による世界の滅亡を目前としていた。幻獣たちは、幻獣王である竜王が治め、人間たちは竜王の恋人で、世界統一を成し遂げた女王、聖王が治めていた。二人の王は、大災厄を回避するために、それぞれの世界を、温妙に世界に分割することを選択し、 大魔法を発動した。この二つの世界は、幻獣と人間の気のバランスによって保たれる世界で、どちらかの気が多くなりすぎたり、少なくなりすぎたりすると、バランスはたちまち崩れてしまう。妖怪で人間が大量に死ぬという大きが少なくなり、そうすると陰気を持つ、幻獣界の生き物が、妖怪に流れ込むことで、影界との気のバランスを取るという仕組みとなっていた。 二つに分割された世界のうち人間の暮らす世界のこと。妖怪にいる生き物が体に持つ木のことは、陽気と呼ばれる。人間の女王は、世界に戦乱が起こることを危惧し、統一された王国を分割することがないようにと、遺訓を残した。しかし、西王の子孫たちはそれを破り子供たちに国を分け与え続けた。その結果、千年の間に女王の子孫は対乱を起こし、 二度統一王国が成立していた。その後も大小47、一同一個二府43県に再分化されて、以来総五間で争いが絶えない状態となっていた。その中でも世界統一を唱え、特に国力のある富士慶子大阪府、宮城県が三大王国と呼ばれていた。二つに分割された世界のうち厳重の暮らす世界のこと。 また、幻獣が体に持つ気のことは、陰気と呼ばれる。もとより幻獣の世界は、幻獣王と称される、ドラゴンの王、竜王が治めていた。気を多く持つドラゴンの個体数を調整することで、陰気が一定に保たれる仕組みを作っていた。ドラゴンをはじめとする一部の幻獣と、人間には魔法を使うものが存在する。人物ではない幻獣側のキャラクターもここに記述する。 また、便宜上ストーリーの中心となる妖怪の時代で、記述を分ける。その他、角川スニーカーブックス角川スニーカー文庫、角川ビーンズ文庫ドラマ CD、ムービック、ジェネオンエンタテインメントズビーンズ全員サービスドラマ、CD ムービック、角川書店、ベアンサボリューム旧誕生2周年記念応募者、全員サービスマリンエンタテインメント、ムービック、 ハッピネット、角川書店、角川ビーンズ文庫。ありがとうございます。